体重コンピューターチェック。チェックします。名前ブラックドーム、種別エンバー生物、身長70センチから45メートル、重さ16キロから1万トン、能力手の鋭いハサミ。悪魔の星ブラックスターからブラック司令が率いる恐怖の円盤生物が地球侵略にやってきた。ブラックドームはその第2番手だ。カニのような姿をしているのはブラックドームがかつては単なる宇宙ガニだった頃の名残といえる。円盤生物はブラック司令によって侵略や攻撃用に徹底的な改造手術を受けているものが多い。円盤生物はそのほとんどが宇宙空間や空中を移動する際、体を変形させ飛行形態を取ることができる。ブラックドームの場合は手足を体に引き込んでちょうどカブトガニのような形になるのだ。この形態によって宇宙空間をマッハ8のスピードで飛行が可能になっている。また本来の大きさは45メートルと巨大なのだが、隠密行動を行う時には70センチに小さくなれる。武器は前足の巨大なハサミで、その長さは7メートル。驚くべき切れ味はもちろんのこと、握る力だってなかなか強烈だ。口からはビルでも人間でも溶かしてしまうペプシン泡を吐き散らす。それら一連の動きは生物兵器と言えるだけあって非常に無機質であり、不気味なことこの上もない。ブラックドームは散々猛威を振るった後、自分で縮み再び人々の目を逃れては次の破壊の時を待つ。そしてチャンスを待っていた今、ブラック司令の命令を受け巨大な姿を現した。今度もペプシン泡を吐き散らしまくったが、ウルトラマンレオの敵ではない。だがこれで安心というわけではない。ブラック司令は第3の円盤生物を地球に送り込む用意をしているに違いないから。